はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の性質丸3をお送りします。で、前回、まあ、サインコサイン音がね出てて、サインシータプラスコサインシータを出したり、そういうね問題やりましたけども、こっからサインコサインタンジェントの値を出していきます。で、今回は公式はポイントはないんですけど、次回とかだとちょっとね公式のポイントがあったりするんですが、まずその最初だと思って聞いてみてください。で、問題は6問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いきましょう。で、次回のその丸4の動画もそうなんだけど、この丸3、丸4を含めて、いろんな公式が出てくるのね。で、最初にこの問題まず公式使ってやっていきます。で、もちろん公式をね、丸暗記してそれで解いてもいいんですけど、なんでそれが使えるのかっていうのを入れといた方が個人的にはいいと思う。なぜなら今でも俺がそうやって思い出すので。なのでちょっとそこをね踏まえながら説明するので、ちょっと長くなるかもしれないだけど、よかったらねお付き合いください。で、まずサイン3分の 7π です。で、3分の 7π を度数法に直すと180かけるから420度、サイン420度ですね、の値を出せと。で、もちろん、あ、420度ね、いくつって出せるんだったらそれでもいいんだよ。いいし、で、一応、教科書とかのね、公式を使うと、この3分の 7π がポイントなんだけど、これ順番逆かもしんない。ちょっとごめんね。2π プラス、2π って3分の6だから、3分の6とあと3分の1に分けれるでしょ。こんな感じ。まあ、これ逆かもしんない。ごめんね。ものによって違うので。で、2π プラス3分の 1π って分けたら、2π を消して、3分の、あれだね、3分の 1π って書いちゃった。これ3分の π だよね。これ癖でてもね、書いちゃうんだよね。3分の π でした。失礼。だから、サイン3分の π と同じだよって。これ公式なんです。2π を取れるっていう。で、3分の π って60度なので、だサイン60度いくつかって言われたら、これもね暗記してって数字の時にも言ったので、これ暗記しといてね、2分のルート3になると。だからこれで正解なんですけれど、じゃあ 2π が出てきてなんで消せるかって、もちろん覚えてるとそれで構わないんだけど、一応そこもね説明していきます。で、これはすごくシンプルで、一応最初円描いていくね。で、何度も言ってるように、サインっていうのは y 座標です。で、コサインが x 座標ね。で、こういうのをやるとき単位円、半径1の円でこうやって考えるんですけど、もしみんなが思い出したかったら、もう、問題用紙のどっか隅っこでも、まあ、ノートでもいいんだけど、簡単に書く、適当でいいから。で、まあ1とか適当に書、まあ、かなくていいけど1もね書いて、結局3分の 7π ってどこかっていうと、3分の π って同じなのね、今。なんで同じかっていうと、3分の π って、60度だから、まあ、この辺だよね。で、ここが今3分の π なんですけど、3分の 7π って何かっていうと、2π と足してるから、一周してきて、ここにたどり着いてるだけなのね。2π って360度だから。だから、360度足そうが、どうせ戻ってくるんだよ、同じとこに。で、もちろん720も OK です。360、一周して、もう一周して戻ってくるだけだから。だから、2π の部分を取ったって、サインもコサインもタンジェントも全部変わらないの、値が。だから、取っていいっていう。っていう風に覚えていく方が、テストの時思い出しやすいです。特に、すぐにね、こう中間期末考査があればいいんだけど、もっと先の、まあ、受験とか模試の時に思い出すには、こっちの方がいい、絶対に。だから 2π っていうのは一周してるだけじゃん。結局同じとこでしょって。だって420度と60度って同じポイントじゃんか。結局420度一周してるだけだから。だから同じになるっていうふうに覚えておくといいです、これは。いいかな。まあ、だこうわざわざこれ書かなくてもいいと思うんだけど、俺は。なので次はそれを書きません。4分の 11π を見た瞬間に 2π があるかなって考えるの。で、分母が4でしょ。だから 2π って4でやると4分の 8π じゃんか。つまり4分の 8π は取っちゃっても同じなんだよ、結局。で、4分の 8π 取っちゃおうって思って、コサイン8引くから4分の 3π でしょ。
これと同じになる、この2つが。で、4分の 3π っていうのは 180 かけると、135度か。だから、コサイン135度、これは暗記してるからね、コサイン135度なのでマイナスルート2分の1、ちょっと薄いかな、これで OK になります。つまり 2π を取ることで、そのね、シータが0度から π まで、つまり0から180までだよね、180度までの世界に持っていきたいの。そこは暗記してるから、数値の時にっていう考えでいくといいです。で、今俺の手で消してしまいましたけど、今度はタンジェント4分の 19π です。で、もうさっきと同じように 2π 取っちゃおうって。で、また 2π、4なんで4分の 8π でしょ、取ると4分の 11π になるけれど、まだ取れるね、だから2周なんでね、 2π してもう1周する感じで、もう1回4分の 8π 取っちゃえばいいから、これタンジェント4分の 3π と同じになります。これ同じだったね、ただ135度で、タンジェントは傾きなので135度になると、これはマイナス1になります。で、さっきからこの辺暗記暗記って言ってますけど、そんなやったっけって思う方は数値の動画見てください。あと三角比のところにありますんで、これを暗記するためだけの動画が、もちろん教科書とかにも載ってると思うけどね。で、本当はコサイン4分の 3π って見た瞬間にマイナスルート2分の1って覚えたらいいんだけど、自分どうしてもね、度数法に変換しないと不安なので、多分毎回毎回135度とか、これは60度って言ってしまうんだけど、ちょっとそれお付き合いください。ごめんね。もちろん暗記した方がいいんだけど、これがまず 2π、 一周するから同じでしょのグループ、一つ目で、次はもう見て分かるようにマイナスです。全部ここがサインマイナス6分の π です。で、マイナス6分の π なんで、マイナス30度かってなる。で、これの変え方なんですけど、これも公式でいけば、ここにマイナスがある。で、サインの時はマイナスが出てきて、ここが取れます。ここのマイナスが出てくる感じで、サイン6分の π、 サイン30度だよね。サイン30度は2分の1だから、マイナスがくっついてマイナス2分の1になります。って公式を覚えてももちろん構わないんだけど、なんでこうなるか、これはね、ごめんね、かなりごちゃごちゃしちゃいますけど、この単位円を書くでしょ。で、結局その180度までの世界に持っていきたいから、上の部分、第一象限、第二象限、上に持っていきたいのね。で、今マイナス6分の π っていうのはマイナス30度なので、これね、俺の図が非常に悪かったね、この辺だと思ってください。マイナス30度で、ここの y 座標なんだよ、今サインだから。つまりここの y 座標を出したいんですけど、これって x 軸を鏡にして上に持ってくる、こうやって、ここの y 座標と幅は同じだよね、ただ符号が変わるっていう。なので、ここマイナス6分の π で、ここも6分の π です。つまり上に持ってくる、サインをマイナスを取って6分の π に持ってくると、上の世界に符号が変わるんだよ、マイナスとプラスで。だからマイナスが出てくる、 y 座標だからね、っていう感じで考えるといいです。で、同じように今度コサインをやっていくと、これも公式が書いちゃうと、コサインはこれ実はですね、マイナス出てこないんです。勝手に取っていいの、マイナス。これコサイン3分の π と同じになるんだ。こっちマイナス出てきたんだけどね。で、3分の π は60度なので、コサイン60度で、コサイン60度だから、2分の1か、ん、コサイン60だよね、あとね、2分の1と、こうなる。で、なんでじゃあ今度コサインは符号が変わらないのかっていうと、ちょっと待ってね、単位をね、きれい、あー、まあ許してこうあった時に、今結局マイナス60度を考えてるのね。で、マイナス60度は
まあ、この辺だと思ってください。マイナス60度でコサインだからここの x 座標を考えてます今。でこれをマイナスなんで上に持ってくるのね、こういう感じで。そうするとこう持ってくる、ここね、これ下がマイナス6分の π、 あ、ごめん、マイナス3分の π で、上が3分の π です。で見ると上と下入れ替えても同じプラスとプラスなんだよ。 x 座標は変わらないの、こっちは変わったけど、だから符号が変わらない、マイナスを取ってもいいっていうっていう風になります、コサインはね。で最後タンジェントです。でタンジェントはサインと同じ仲間で、これマイナスが出てきます、つまりマイナス6分の π になる。で6分の π が30度なので、タンジェント30度は、ルート3分の1か、だからマイナスルート3分の1となる。でこれも一応ね書いてやっていくと、タンジェントは傾きね、でこうなって、でまずマイナス6分の π だからマイナス30度の傾きを考えるとこういう状態、この傾きなんです。でこれを鏡で上に持っていきたい、そうするとこの傾きになるでしょ。で傾きだからこれとこれの数字は変わらないです、もちろん変わらないんだけど、これ負でしょ、こっち正でしょ、だから正と負が変わるんです、サインと同じように。なのでタンジェントの時はここがマイナスがついてるとマイナスが出てくるんです。でもちろんこのぐらいだったらサインとタンジェントはマイナス出てくるんだよね、コサインは何も変わんねえんだよねって覚えてくれても、もちろん構わない、そっちの方が早いと思うし、たださっきも言ったようにもっと先の時に模試とか受験勉強ね、受験の問題をやる時に思い出す作業としてのツールとしてはありだと思ってる、個人的にはよく使ってたから俺が。でもこの説明がね、分かりやすい分かりにくいはもちろん人それぞれあるので、まあ一つの覚え方と思ってぜひね参考にしてみてください。では今回は高校数学数2の三角関数の性質丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回はまたこれの変形いろいろやっていくんですけど、それを違うパターン、そして公式が出てきます。久しぶりにポイントありの動画となりますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。